ジョアン・カップデビライ・メンデスは、スペイン王国カタルーニャ州、タレガ出身の元プロサッカー選手。元スペイン代表。現役時代のポジションはディフェンダー。陽気で明るい性格であり、UEFA 欧州選手権2008や 2010FIFA、ワールドカップ時には、チームの盛り上げ役であった。タイミングの良いオーバーラップ、精度の高いセンタリング、左足からの強烈なシュートが持ち味である。 ビジャレアル時代のカプデビラ子供の頃のアイドルはジョルデラルディンである。少年時代はフォワードとしてプレーしていた。育成に長けることで知られる RCD エスパニオールの下部組織でサイドバックにコンバートされ、1998から99シーズンのアスレティックビルバオ戦でデビューした。1999から2000シーズンにはアトレティコマドリードに在籍したが、 セグンダディビジオン降格を期したため2000年夏にデポルティーボラ・コルーニャに移籍した。2001から02シーズンのコパデルレイでは決勝でレアル・マドリードを破って優勝した。エンリケ・ロメロラとポジションを争い、2005から06シーズンからは不動のレギュラーに君臨。2006から07シーズンはキャプテンを務め、2006年9月16日のビジャレアル CF 戦では2得点した。 2007年8月12日、3年契約でビジャレアル c f に移籍した。2007から08シーズンはリーグ戦38試合中36試合に出場し UEFA チャンピオンズリーググループリーグ出場権を得る2位に躍進した。2008から09シーズンも不動のレギュラーに君臨し5得点を挙げた。2009年12月6日、 ホームでのヘタフェ CF 戦では2得点した。2009から10シーズンは実質的に左サイドバックの控え選手が存在せず、1試合に欠場したほかはリーグ戦全試合に出場しも得点した。2011年7月21日に SL ベンフィカに移籍。しかし、出場機会をほとんど得られず、2012年7月27日に フルスの RCD s パニョールに15期ぶりに復帰した。2000年には U-23 スペイン代表としてシドニーオリンピックに参加し銀メダルを獲得した。2002年10月16日パラグアイ戦でスペイン A 代表デビューした。UEFA 欧州選手権2004本大会に招集されたが1試合も出場することはなくベンチから試合を眺めた。 2006FIFA ワールドカップ直前には召集メンバーの有力候補だったアシエルデル・オルノが負傷し、カプデビラが代わりに召集されると見られていたが、世論の強い後押しもあって、マリアーノ・ペルニアが選出された。2006FIFA ワールドカップ後は、スペイン代表に定着し、不動の左 SB として君臨するようになった。UEFA 欧州選手権2008予選のスウェーデン戦で代表初得点。 2008年2月6日には、マラガで行われたフランスとの親善試合でも、決勝点を決めた。UEFA 欧州選手権2008前には、友人のスポーツライター中島トールから、明治神宮のお守りをもらったが、そのお守りが、スペイン代表チーム内で流行し、シャビなど中島に、お守りが欲しいという選手が続出した。UEFA 欧州選手権2008本。 大会グループリーグのスウェーデン戦では、自陣からのロングパスで、ダビド・ビジャの決勝点をアシストした。セルフィオ・ラモス、カルレス、プジョル、カルロス・マルチェナとフォーバックを組み、決勝トーナメント以後の3試合すべてを完封して、優勝を勝ち取った。フィファ・コンフェデレーションズカップ2009に出場し、初戦のニュージーランド戦では、フェルナンド・トーレスの3得点目を援護し、 セスク・ファブレガスの代表2得点目をアシストした。スペインの5得点すべてが左サイドから生み出され、カプデビラはスペインの攻撃の重要な役割を果たした。2戦目のイラク戦では55分にダビド・ビジャの得点をアシストし、1から0で完封勝利した。準決勝でアメリカに敗れて3位に終わったが、カプデビラはカルレス、プジョル、フェルナンド・トーレス、ダビド・ビジャと共に、 大会ベストイレブンに選ばれた。2010フィ f ファワールドカップヨーロッパ予選には全試合に出場し4から0で勝利したアルメニア戦で1得点を挙げた。ビセンテデルボスケ監督によって本大会にも招集され決勝までの7試合すべてにフル出場して優勝に貢献した。しかしその後はジョルディアルバやナチョモンレアルの対等によって代表から遠ざかった。 スペインの全国紙、ラ・ヴァン・ガルディアに載った記事をもとに、日本では週刊現代で紹介された。ありがとうございます。